2022年3月から広島県呉市のジャパンマリンユナイテッド呉事業所内の修理ドックにおいて、来年度から航空自衛隊に配備される予定の垂直短距離離着陸 VSTOL 機 F-35B ライトニング2を、艦上で運用する軽空母への改修が進められている海上自衛隊第4護衛隊群所属の、出雲型護衛艦の2番艦加賀の艦首部分の画像が12月27日に第4護衛隊群のツイッター上で公開され、加賀への空母化改修が着実に進められていることが明らかにされたよ。出雲型護衛艦の飛行甲板の艦首部分は、元は艦首に向かうほど幅が狭くなる台形状であったが、この形状のまま航走していると艦首付近に乱気流が発生し、短距離発艦を行う F-35 に悪影響を与えることが判明したために、出雲型護衛艦2艦においては監視形状をアメリカ海軍においてやはり F-35B を運用している、強襲揚陸艦と同じように四角形になるように改修されていたものだな。懸念される問題は全て潰しておかないといけないからね。完璧な空母として日本の海を守ってもらわないと。岸田総理は税金で防衛費を取ろうとしているけど、自民党は選挙で勝てないよな。さて今回は空母化改修中の海上自衛隊護衛艦加賀艦首部分の画像が公開されたことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。公表された画像を見ると、艦首部分の飛行甲板が横に張り出して四角形の形状となっているほか、さらに飛行甲板上の右舷艦首側にあった近接航空防御火器システムシオスの高性能 20mm 機関砲ファランクスが撤去されていることも判別できるね。このファランクスが甲板拡張のために一時的に撤去されたのか、あるいは発艦時に邪魔となることを見越して艦橋に近い箇所に移動されたのか、そのことについての情報はないが、飛行甲板上の艦首部分では F-35B の発艦時に障害物となる可能性があり危険であるため、移動されたと考えるのが妥当であろうと見られているよ。出雲型護衛艦の空母化改修計画は、まず1番艦の出雲から始められ、2020年年度令和2年度に出雲の改修費として31億円が計上され、F-35B の発着艦を可能にするための最小限の改修が行われ、飛行甲板の4番5番スポットヘリコプター発着艦用スポット周辺は F-35B が垂直着艦することが想定されていたため、その際に甲板に吹き付けられる高温のジェット噴流に耐えるだけの耐熱塗装が施されたほか、飛行甲板には縦に赤と白が交互に塗られたセーフパーキングラインが引かれたが、これはラインより左舷側が滑走路で、右舷側が駐機スペースエプロンとする目安なんだ。飛行甲板の滑走路となる艦尾から艦首の部分には、滑走ラインとなる白黄色のトラムラインが縦に引かれ、それと交差するように引かれた2本のラインは、短距離発艦する際に F-35B の水力ノズルが下に向ける目安のショートテイクオフラインが右舷にある艦橋の前端あたりに引かれ、その250フィート先には発艦ポイントとなるバウラインが引かれているぜ。出雲にはこれらの他に飛行甲板に誘導灯が設置されるなどして、F-35B が初着艦可能となる最低限の改修が施され、2021年10月5日にアメリカ海兵隊岩国基地所属の F-35B2 機が、四国沖の太平洋上において出雲への発着艦試験を成功させて、太平洋戦争以降日本の海上自衛隊の護衛艦に初めて固定翼機が発着艦するという記念すべき日となったってわけ。出雲への今後の改修予定は2024年に2回目の改修が行われることになっていて、今回加賀に施された艦首を台形から四角形へ形状変更する工事などが予定されており、出雲については2026年度に空母化改修が終了する予定とされているね。そして、2番艦の加賀は当初の計画では、2021年令和3年3月からの定期点検で全ての空母化改修を一度に行う予定であったが、当初の計画では艦内の格納庫などの動線などについて問題があることが発覚したため、艦内の改修工事を先延ばしすることになり、今回の第一次改修は2023年令和5年に終わり、その後着艦誘導装置や温度計測装置の設置や飛行甲板上の標識等日の改修のほか、
衛星通信装置なども回収が加えられて、最終的に軽空母への変身が完了するのは2027年度令和8年度の定期検査時とされているんだ。この着艦誘導装置は、アメリカ海軍とレイセオン社が共同開発した、JPALS ジョイントプリシジョンアプローチ&ランディングシステムで、両艦への搭載が予定されているよ。JPALS って?JPALS は GPS 衛星信号と管制広報システム INS を利用して、F-35B やオスプレイといった海上を飛行する航空機器を着艦させるために自動的に、そして安全かつ正確に誘導する全天候型のシステムであり、防衛省は2023年度令和4年度予算ではまず出雲にのみ JPALS を搭載して、先に紹介したように加賀の分は後年度に取得する方針としているんだ。出雲型護衛艦の空母化改修予算について、日本政府は2022年12月23日に、対前年比で 26.3% 増となる過去最大の6兆8219億円もの2023年度防衛予算案を閣議決定し、それまで2023年度令和4年度防衛予算における出雲型護衛艦の改修費用として請求されていた、出雲の着艦誘導装置の先行取得費用36億円、アメリカ軍からの技術支援経費12億円。加賀の航空管制室の視認性を高めるための管制室ガラス窓変更などの工事経費、13億円など2022年の夏に出されていた概算要求に対して16億円が上積みされたよ。一方、軽空母となった後の出雲型護衛艦に搭載されて運用される F-35B については、2023年度令和5年度予算において、8機の取得費として1435億円が計上されていて、こちらもまた2022年夏の概算要求では6機を取得する予定とされていたものが、さらに2機分が上乗せされた形となっているぜ。2022年度令和5年度予算では4機を取得するとして510億円を計上していて、2021年度令和4年度予算では2機の取得費259億円、2020年度令和3年度予算では6機の取得費793億円をそれぞれ計上したため、来年度と合わせると20機の F-35B を航空自衛隊が保有することとなり、防衛省においては最終的に42機の F-35B を導入する計画だな。これら導入された42機によって航空隊が新設され、国内での地上配備先として宮崎県新富町にある航空自衛隊ニュータバル基地が計画されていて、アメリカで航空自衛隊パイロットの教育が行われた後、2024年度令和6年度から配備が開始される予定となっているね。空母化改修を終えた後の出雲型護衛艦へ搭載できる F-35B の機数はそれぞれ20隻程度とみられ、飛行甲板上への搭載を最大に見積もっても18機がせいぜいであろうとみられていて、このことから多額の費用をかけて2隻を空母に改修しても、中国海軍の空母1隻の搭載機数に満たないとして意味がないとする軍事専門家が存在しているのであるが、これは単純に搭載機数だけを見ただけの短絡的な見方なんだって。海上自衛隊の仮想敵である中国海軍は、現時点で2隻の大型空母遼寧と山東を就役させ、3隻目の福建が先日浸水して間もなく就役するとみられていて、ここ数年はミサイル防空巡洋艦などとアメリカ海軍のような空母打撃群を編成して、東シナ海から西太平洋にかけて活発に活動していて、第二海軍とも称される中国海警局の艦艇が、沖縄県石垣市の尖閣諸島に連日出没しては領海侵犯を繰り返し、軍事的圧力を強めているよね。中国は本当にやりたい放題だもんね。その一方で、尖閣諸島防衛の拠点である南西諸島で、航空自衛隊の主力戦闘機 F-15J イーグルや F-35A ライトニング2通常離着陸型が離着陸可能な、2400メートル以上の長さの滑走路があるのは沖縄本島の那覇基地のみであるが、尖閣諸島に中国軍が上陸する際には那覇基地は真っ先に攻撃対象となるとみられ、対地ミサイルの方は攻撃を受けて破壊される可能性が大きいな。那覇基地が使用不能となれば、尖閣諸島付近の空母から飛び立つ中国軍機に対し、
航空自衛隊は遠い九州の基地からの往復が必要となり圧倒的に不利な状況に置かれてしまうんだ。しかしニュータバル基地の F-35B は島の短い滑走路でも離着陸が可能であり、さらに出雲型空母を南西諸島付近に配置して活用すればさらに F-35B の活動拠点が増え、離島防衛に当たることができるってわけ。この場合出雲型護衛艦は移動航空基地として運用されるため、それ自体に搭載する機数が少なくとも問題はなく、日本の離島防衛に貢献すると考えられているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。